はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回なんですが、こちらですね、ゲームモードハードコアでやっていくんですけど、ハードコアでエンドラ討伐やってみたいと思います。で、まあハードコアでエンドラ討伐なんて僕みたいなね、実力じゃ無理だと思うんですけど、今回、トライアングルモッドを入れさせていただきました。はい、まあトライアングルモッドってどういうものかというと、もう言うならもうほぼ無敵で、採掘速度も、アップするという最強のものでございます。だから1分間のそのまあクールタイムみたいなのがあるんですよ。でそれが何だろう、使い忘れてなければほぼ無敵なので、まあ、すぐにエンドラ討伐できるんじゃないのかなということで、ハードコアで、エンドラ討伐、もう最速は無理だけど、多分いけると思いますので、やってみたいと思います。はい、なのでまあ最初だから、要は最初に1個鉄を、嘘でしょ、ちょっと待ってさ、ちょっと マジンコ、これマジか、あら嘘、ちょっと待って、無人島、いや、ありぞ、ここ、ちょっと待って、無人島でこれエンドラ討伐できるかもしれない。ちょっと待って、まず木あったっけ、木を切って、木マジか、とりあえずあそこまで泳いで木を取って、で待って、いないよね、ドラウンドとかいないよね。まず鉄を掘らないといけないんだよ。とりあえずじゃあちょっとこれで OKOK いいよ。で鉄を探そう、さっきのとこに戻って鉄探してもいいんだけど、まず食料、待って、これ食料なんまずいか、ちょっと待って、食料やばいかもな、早めに鉄を1個ゲットし、びっくりした、あぶねえ、終わると思った今、あっ、あぶねえ、よし、倒したけど鉄は、あったよし、鉄見つけた、ちょっと、こんだけで、2個、いや、もうちょっと欲しいな、どうなんだろう、お腹減るかどうかが怖いな、それによってかなり変わってくるんだけど、で、あそこの下行って、そうか、ダイヤモンド探さないといけないのか、黒曜石で多分取れないんだよね。で、こちらですね、鉄インゴットをまず鉄塊に変えて、で、これを、鉄塊でいいのかな、わかんないんだけど、トライアングル、完成です。よし、我が名はトライアングル、進捗ですね、こちらですね、我が名はトライアングル、トライアングルになったということで、あ、そっか、これもあるんだ、これでもそんなに使わないかな、これかな、トライアングルソード、これが一番個人的にいい武器になると思うので、こうでしょう、でこうして、でもう一個トライアングルを作る、まあもうにこんぐらい作っとこうか、こうして、でトライアングルをトライアングルソードにすることによって、よし、これですね、体力も回復して、ジャンプ力も最高になって、ダメージをほぼ受けません。で、火炎耐性もある。さらに採掘速度もあると。ここだよね、ここにさ、あるんだよ。ほっ、いやー、びっくりした、受けるんかい。これなんだ、ここは、行ってみるか。ほら、マグマも流れてるから、あー、でもそんなか？高さは34。あ、じゃあそうしよう、ダイヤモンドを探そう。そうか、マグマのやつで一応エンドラーっていうかネザーゲートは作れるね。あ、道具来たね。効かないんだよ、私は無敵。あ、弓矢、オッケー、弓矢ありがたい、弓矢はありがたいね。よし、しかも耐久力結構ある。じゃあちょっと弓を集めよう。これよし、来た、これでダイヤモンドの高さだね、これは。だから、どっかにダイヤモンドがあれば、OK ってことよ。まあ、水で、ネザーゲート作るか？あったー！よし！いや、でも一個、大丈夫かな？周り、なんかある？頼む、一個はやめてくれ。いやー、待って、一個っぽくないこれ。待って。うわ、あ、一個のやつあー、もうこれどうしようかな、
バケツでやろうかな。いやいや、ここまで来たら、ここまで来たらダイヤモンドでやろう。ここまでな、もうここまで来たら意地だよ。もうダイヤモンドでやろう、仕方ない。マジか。はい、ちょっと今長すぎて一回撮影止めてたんですけど、エンダーパールゲットしました。この中のエンダーマンから出てきましたね。よしよしよし、エンダーパール1個目。そうか、エンダーマン狩り、ジャンプ、あー、ありがとうございます。マジか、今ちょ待って、あ、よしよし、2個あって、よーし、オッケー。でピグリンだよね。まあ、ピグリンでどっちにしても、いやでも1個ゲット、他でゲットできたの大きいんじゃないかこれ。オッケーオッケー、あとは金集めて、あ、そうか、金もっとほっときゃよかったな。金を集めて、あれだ、あの、あ、い、大丈夫だよね、ここは飛んでいいんだよね。で、ピグリンでエンダーアイ、エンダーアイじゃなくてエンダーパールを交換いっぱいしてもらってって感じになるね。まずだからちょっと、まずはこの、まあ、現世じゃなくて別にネザーにいっぱい金あるか。で、あとは、あ、作業台、さ、あー、作業台置いてきた、木が足りません。よし、オッケー。じゃあようやくだ。いやー、長かったな、結構時間かかってしまった、ぐだってしまった。これで、作業台置いて、で、棒2個あるので、棒とダイヤモンド。ダイヤモンドも7個ですよ。もういろいろやってたら7個になってしまった。よし、ちょっと待って、あと砂利で、あれだ。あとまあ砂利見つけて、火打ち石作って、いきましょうか。これでようやくネザーに行けるかなと思うので、10個あれば足りるよね。あとは砂利は上で探すか。そうしよう。あ、ここにある。あった、出た、一発、センキュー、よーし。一発、これで、これと、鉄、焼くか。よし、オッケー。これで、まあ、2個使ったので、22個でエンダーパール出るかな。一回でも出てくれればいいからね。うん、オッケー、よし。まあ、あと、向こうでも、多分金を現地調達できるだろうし。行きましょう。では、やることは要塞探しと、あと、ピグリンで交換してもらう。なんだこれ。わー、まあ、でも、ネザーは正直、このトライアングルモッドがあれば、そんなに恐ろしくない。ちょっと、黒曜石、帰り分も取っときます。よし、オッケー。これで、まあ、10個集めたので、火打ち石もあるので、まあ、どっからでも帰れると。ということで、まずは、じゃあ、もう気にせず、要塞と、あと、ピグリンっていうかね、まあ、金と交換してくれるピグリンと、を探すだけか。だけじゃないんだけど、こっから、あと、ね、エンド要塞探して、ネザーを、ネザーじゃないわ。エンドラも倒さないといけない。マジか、22個でもダメでござるか、ピグリン殿。ダメですか、あ、ダメー。いや、まだ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 ね、まだあるんだよ、いっぱいあるんだよ、これがあるから。逃げないよね、君は逃がさないよ、絶対ここから逃がさないからね。悪いけど、エンダーアイ出るまで君をここから逃がすつもりはないよ、絶対返さないからね。嘘と言ってください、お願いします。さっきはすいません、横暴な態度をして申し訳ありませんでした。ね、絶対逃がさんぞとか言って申し訳ありません。ごめんなさい、謝りますので、エンダーパールを出してください、お願いします。すいません、本気で謝ります。なんか延長のとこもある。いや、そんなこと言ってる場合じゃん、今はエンダーパールなんだよ。マジか、え、もまた鉄集め直し、あ、ネザー要塞だ、ネザー要塞来た、あれ、そうだよね、ちょっと待って、そうだよね、そうだよね、よーっしゃー、まず、ま、じゃあブレイズをまず勝っちゃ、あ、でも豚いるな、残りに、やだやだ、え、やだ、エンダーパール、
うわーっしゃ、来た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 、まあまあ、でもよし、来たよ来たよ来たよ、オッケーオッケーオッケー。じゃあもう、あとはもうエンダーマン倒すか。いや、これ絶対エンダーマン倒した方が早かった気がするんだけど、まあいいか、とりあえず要塞行こう。よし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 、来たの、来たというこの現実だけで嬉しい。どうだったっけ、11本でよかったかな。まあいいか、とりあえずこれぐらいで、あとは最後に、まあピグリンガチャかなんかして出なければもう頑張って、あとちょっとだから、多分何個あればいいんだろうな、12個か。頼む、ガイア、オルテガ、マッシュ、頼む、黒い3連星で、頼む、黒い3連星で、ネザーネザー、ね、エンダーパールを出してくれ、頼む、ガイア、マッシュ、オルテガ、頼む頼むって、信じてやるぞ。よっしゃ、ありがとう。よし、来た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 、とりあえずエントの場所探すか。ちょっとエンダーマン見つからないので、とりあえずエントの場所を探すために、これと、あ、ま、これで、ほい、あっちか、割れるのね。なるほど、じゃあ最後にこちらね。皆さん、はい、こちら今戻りました。ごめんなさいね、またちょっと撮影、多分前動画で言ったと思うんですけど、あんまり長くやりすぎると音ずれがちょっと発生してしまうので、ちょいちょい切ってるんですけど、ここら辺だ、はい、まだまだこっちだ。あ、いやでもね、この辺り、あ、ここだ、来た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 、ここだ、よーし来たー、アイスパーイ、よし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 。いやでも多分どうせまだ足りないんだろうけどね、エンダーアイ6個じゃ無理でしょう。6個刺さってるってことね、あって3個ぐらいだと思うんでね。うわ、早っ、もう見つけた、よーし。さあシルバーフィッシュ君、お出迎えかい。悪いけどマグマも効かないんだ。いやー、まあまあそうだよね。とりあえずこれを刺して、あと何個足りない ?1,2,3,4,5 5個、5個とりあえずエンダーパールを取りに行きたいから。ほら、子供が見てるぞ、お父さん頑張ってるぞって、ほら、 お父さん頑張って、お父さん頑張って、エンダーパール出して、お父さん頑張って、ほら、ほら、子供が見てるぞ、いいとこ見せてくれ。最後だ、やだやだ、あー、もう、あ、いた、どうだ、落ちた落ちた落ちた、よし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 、 OK、 2個あと3個、あ、やばい、ここエンダーマンの森っぽいな。待って、残り3個だ、残り3個なんだ、頼む、残り3個、頼む、来い、よーし、残り2個、残り2個、これもエンダーマンから取った方がいい、エンダーマンからしよう。よーし、あと1個、あと1個、頼むって、あと1人、あと1人に、あ、いた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 、頼む、落とせ、やった、落ちたー、ここ、よーし、行こう、もう1個、あ、ぶなぶなぶな、行こう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 、もう行きます。来た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 、どうもトライアングルと申しまーす。これ一応ベッド、いやベッドやる必要ないよね、大丈夫だよね。では行きます、エンダーアイ、長かった。で弓矢はあるし、でかつ光の矢があるんだよね、ピグリンから交換してもらったんで。さらに矢も18本あるので、まあ大丈夫でしょう。はい、まあ一応まあまあ後でちょっとセットしよう。それでは1,2,3,4、よし、あれ、あとはもういらないよね、別にエンダーアイいることないもんね。じゃあとりあえずトライアングルソードいきます、レッツゴー。さあ、あー、こっか、うん、あぶねあぶね、あーあぶね、あー、落ちたら終わるよ。どうも、こんにちは。あれ、トライアングルあった。よし、さあエンダードラゴン、勝負だ、勝負の時間と行こうではないか。まずはよ、
まずは、うわあ緊張する緊張する、痛い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 が、気にするな気にするな、ダメージなど気にするな。待て、とりあえず壊そう。いや、まず倒すか。ちょっと邪魔だ。えっ、1分間の効果、ちょうど切れた。僕の4時間、僕の4時間返せよ返せよ、エンダーマン。